Yeah. That was on the大阪市鶴見区に住む菊永優子さん67歳、33歳の娘かな子さんには重い障害があります。脳的には何歳ぐらいの何歳ですか、うん、もう1歳いってないと思います。何ヶ月のレベル、膝がここは伸びないんですよ。伸びるようにするのをこうするんですけど、自分で縮めようとしてるから。かな子さんは重い知的障害と身体障害を合わせ持つ重症心身障害者、生活のすべてに介助が必要です。特に時間がかかるのは食事です。食べ物が喉に詰まらないよう料理を細かく刻みます。離乳食みたいでしょ。いや離乳食のような食事、はい、どうぞ。もういただきます。いただきます。かな子さんはあまり食べるのが好きではありません。娘のペースに合わせて一口ずつ口に運びます。パチパチしたらあかんの。痛い。食事に3時間かかる日もありますが、根気よく介助をしています。菊永さんが妊娠したのは33歳の時でした。妊娠中は何の問題もありませんでしたが、出産時にかな子さんが頭蓋内出血を起こし障害を負いました。一番神経が運動機能とか言語とかが集まってるところが出血してるからって触れないって、うん、普通の子はこうやって成長していくところ、かな子さんはこうですねって言われた。他の子供を目にするのが悲しくてたまりませんでした。娘を公園に連れて行くのはいつも人のいない時間帯でした。障害の子を持つ仲間との出会いに救われました。なんかお腹鳴ってますけど。お腹空きましたか？夫と共に娘を支えて33年。平日はデイサービスを利用して随分助けられています。いってらっしゃい。お願いします。最近気になっているのは体力が落ちていること。いつまで娘を支えられるだろうと感じています。これは障害の子を持つ親のエンディングノートです。子どもの生活スタイルや通っている病院、所有する財産などを記入しますが、まだすべてを書く気になれません。あの子がやっぱり楽しくわがまま言ってね、笑って毎日生活できるためにはやっぱり一日だけでも長生きしないとって思いますよね。一番やっぱり味方やから。重い知的障害と肢体不自由、その両方を合わせ持つ重症心身障害の人たち。正確な統計はありませんが、障害者団体によるとおよそ4万人いると推測されています。親の会では高齢化が問題になっています。
大阪の会に所属している長谷川幸子さん。でよっ、息子の太郎さんは21歳です。よいしょ、でワンツースリーで腕よいしょ。太郎さんは唾液を誤嚥して肺炎を起こしたり窒息したりする恐れがあったため気管を切開しました。ここの開けた穴が痰で詰まるともう息できなくなるんで窒息してね、死んじゃうんですよ。喉の穴に痰が詰まらないよう1日に何度も吸引します。太郎さんに起こされて眠れぬ夜もあるといいます。わずか800グラムで生まれてきた太郎さん、生まれて10日目に髄膜炎という病になり高熱に襲われ生死の境をさまよいました。大人やったら耐えられへんような状況やのに、言ったら死なないわけですよ、そこで生きてる。で、あ、この子はやっぱ生きたいんやなと思って、不自由やけど全然不幸じゃなくって、もう行こうって言われて、いや笑ったわとかって言って、不自由やけど幸せなんですよ。夫の帰りが遅いので夕食は息子と二人です。ご飯だよ興味なし。チューブを通して胃に開けた穴に栄養ドリンクを注入します。自分の食事はついつい後回し。長谷川さんは56歳、あと4年で還暦を迎えます。身近な人でやっぱりがんになってる友達もいたり、命落とした友達もいたりして、万が一お母さんが重い病気になったらどうなりますか？もうだから重い病気でも言ったら、ね、入院して治療せなあかんとかってなったらもう入所っていう形にはなると思うんですけど、入れる保証は全くないので。重い障害のある人たちが暮らす大阪市内の施設、医療と介護のサービスを24時間受けることができます。ベッドの数は63、現在空きはありません。今も40人以上が入所を待ち望んでいます。ベッドの空きが出るっていうのはどういう時？結局亡くなられたとか病院に転院されて治療が長く必要になったっていうような方が。ベッドが空くとより緊急性のある人が優先されます。少しもしもしさせてな。30歳の女性、この施設に入る頃父親には肺がんが、母親には卵管がんが見つかりました。あきこさん、おはよう、足りないですか？動いてるな。44歳の平野あきこさん、隣のベッドには一つ年下の妹恵子さんがいます。二人を介護していた母親が体調を崩し、悩んだ末に父親が施設を探しました。いろんな合併症が出てきますね。それから体が硬くなって動きが悪くなる、それから側弯が出るとか股関節が脱臼するとか、親御さん一人が非常に大変な状況になります。今国は障害者が地域で生き生きと暮らせるようにと理想を掲げていますが、その仕組み作りは
追いついていません。親が倒れた時に子供を受け入れてくれる施設も足りません。親亡き後の不安が募るばかりです。家族がいなくても地域で暮らせるような体制ですね、そういうことが必要になってくるんじゃないかなと思います。ただそのためには莫大な予算がかかると思います。非常に難しい問題で、国全体で考えなきゃならない問題だと思うんですけれども、子どもが施設に入ったら終わりではありません。あんちゃん元気か、けいちゃんどうですか。入所している姉妹の父親平野健三さん、娘に会いに毎日通っています。そんな張ってない、そんな張ってない、これね、おやつ食べれるわおやつ食べれるわ、もうすぐや。ほぼ360日ぐらいはだいたい家内か僕かどちらかはだいたい来てるという状況ですね。楽しい思いが一つでも多いようなね、生活を過ごしてくれたら親としていいと思ってます。天気のいい日は娘と散歩に出かけます。けいちゃん、菊の花やで、綺麗やろ。いつも鳩よけおんのにね、今日おらへんな、鳩も。色づく花や季節の移ろいを見せてやりたいと思っています。だいぶ赤なってきてるやろ、綺麗やろ。なかなかこういう子供を持たないと、あの見てる聞くだけでは非常にね、もう別れにくいと思うんです。だけど、まあ、あの子供の状態を知ってもらうということがね、大事かと思います。